シヌラルタ都市伝説は数多く存在している。その中でもモブの亡骸がプレイヤーに怪現象を起こすというが、今回はシヌラルタ亡骸が本当に存在するのかを検証したいと思います。というわけでゲームが好きな人は高評価してね。好きなゲームコメント欄に書いて、目標動画数は1000、高評価しないと今年はゲームを禁止です。2ヶ月は無理。血塗られた亡骸、あるワールドには血塗られている亡骸が存在する。このモブを倒したのは誰なのか、そして一体どんな怪奇現象が。というわけで今回の都市伝説検証は、僕がね以前からかなりの数検証している血塗られたシリーズ、その中でも今回は血塗られた亡骸。亡骸っていうのはつまりモブの死体のことなんだけど、それがあるって言われてシード値がブラッドです。というわけで今回はね、この人たちに行って、目撃情報があったって言われてるね、血塗られた亡骸を探していこうか。ただ、毎回毎回さ、血塗られた都市伝説ってかなりのね、異変が起きたり、もうね、めっちゃさ、いろんな種類があるからさ、今回はその中でも亡骸だよ。絶対に変なこと起こるよな。マジでめっちゃ怖いんだけど、最初から。というわけでここが今回のさ、ブラッドエスの最初のスポンジなんだけど、最初のスポンジを見てる感じ、ま、別に普通じゃない。というわけでまずはね、この人たちで目撃情報があった座標までね、テレポートしてみるか。今回ね、目撃情報があったね、座標がここなんだけどさ、まずはここにちょっとテレポートしてみて、オッケー、テレポートした先がね、ちょっと海の中だったんだけど、この近くに何かね、まず1個目の手がかりがあったって書いてあったんだけどさ、ちょっとじゃあ、まずはこの近く探してみるか。ん？待って。なんかさ、今テレポートした先のさ、山の中なのに、なぜか、村人の家があるんだけど、え、なんだこれ。村人のさ、家のようなものがあって、中にゴーレムがいるんだけど、何ここ？なんでさ、こんな山の中にさ、こんな家があんの？しかもなんか浮いてない？何これ？もしかしてさ、これが目撃情報のあったね、異変なのかな？まあ、たださ、家の中に入っても、普通にベッドがあるだけだし、まあ、ゴーレムの見た目も別に普通だよね。ただ、これももしかしたらさ、何かの異変なのかな？まあ、ただ、これ以外にもさ、何か異変が起きてないか、ちょっと、ワールド探索してみるか。にしてもさ、この家、一体何だったんだろう？というわけで、この画像がね、今回の目撃情報を元に作られた画像なんだけど、今回の血塗られた亡骸っていうのはね、巨大な赤いゴーレムのようなものだったと言われてて、ある召喚法とかするとね、なんか、こんな感じのね、ゴーレムのような死体が現れて言われたんだけどさ、これがね、このワールドに本当に現れるのかな。まあ、というわけでね、一番近くにあった村までやってきたんだけど、ここにいるゴーレムは、まあ別に普通だよね。え？待って。え、今さ、ゴーレムがやられるときにさ、なんか、赤い血しぶき出てなかった？え、ほら、待って。消えたんだけど。え？何今の？もしかしてさ、今のが血塗られた亡骸のゴーレムなのか？え？とりあえずさ、今異変があったから、この村で召喚法を試してみるか。というわけで、召喚法をするために、まずはね、こんな感じで穴を掘ってあげて、そこに2つディスペンサーを置く。で、中には片っぽに治癒のスプラッシュポーション。そしてもう片っぽには負傷のスプラッシュポーションを入れてあげて、そしたらその2つをレバーで繋ぐと。オッケー。で、その中にね、アイアンゴーレムを召喚してあげて、で、このね、アイアンゴーレムが倒れる寸前までギリギリまで殴ってあげる。オッケー、ギリギリまで殴ってあげたら、そこにね、二つのスプラッシュポーションを同時に発射すると。せーの、ほいっ。オッケー。というわけで今このゴーレムは、一回ね、やられると同時に回復させられたから、なんかね、毎回のデータ的におかしい状況になっているらしいんだよね。まあ、ただ、見た目とかは普通に変わってないかな。でもさ、ダメージを食らったはずなのになんでさ、ひび割れが入ってないんだ。というわけでね、二つ目の召喚方法は、まずこんな感じでね、めちゃくちゃ高い像を立てて、下にね、穴を掘ると。で、その上でガイアンゴーレムを召喚させてあげて、オッケー。で、アイアンゴーレムをね、下に落とす。落ちろ！行け！オッケー。で、今これでね、ここに上からね、落ちてきたアイアンゴーレムと、あとは一度ね、やられてしまったアイアンゴーレムのね、2体がいるから、これでね、今回の召喚法は成功と。てか待って。なんかさ、村の近くにあったマグマが足跡みたいな形してんだけど。何これ。まあ、というわけでこれでね、今回の召喚法の2つも成功したから、あとはこの状態でワールドのね、ゴーレムを探索しに行くと。まあ、というわけでさ、召喚法をね、2つ試したから、あそこからね、一番近くにあったらまたね、別の村に来たんだけど、まあ、別にゴーレムの見た目普通だよね。近くにさ、血塗られた亡骸なんて別にないよね。ん？待って。このさ、村人の家ってさ、最初にテレポートした場所にあったやつと、なんか形似てない？え？待って、ほら。やっぱりそうだ、なんか形が似てんな。しかも、またさ、ゴーレムが家の中にいるんだけど。この村人の家一体何なの？マジで。やっぱり、これが何かさ、今回の都市伝説と関係してるのか。え、待って、何？待って。は？ちょ、待って。今さ、ゴーレムの顔が、一瞬なくなってなかった。え？え？気のせいじゃないよね。今さ、この家の中のゴーレムがさ、一瞬顔がおかしくなって、え？待って。元に戻ってるんだけど。今一瞬さ、目の前で、ゴーレムの頭がなくなってなんか、胸にさ、穴が開いてなかった。やっぱりさ、こいつが血塗られた亡骸のゴーレムと関係してるのか？待って、別のさ、村までわざわざ来たけどさ、さっきの村でゴーレムにね、異変が現れたじゃん。だから、この村でもゴーレムにもしかしたら異変が現れてんのか？でも、やっぱりさ、普通にいるゴーレムは特に異変が起きてないんだけど。さっきのさ、一体何だったんだ？待って。あれ？え？待って。やっぱりさ、この村にも、このね、家があるんだけど、もしかして中にさ、またゴーレムが、
さっきはこの家の中にいるゴーレムがさ、異常なさ、姿をしたんだけど、でも、見た目を見てる感じ、別に異変はないか？え、待って、何？え？ちょっと待って。今さ、ゴーレムからなんか、赤いエフェクト出てなかった？え？待って。さっきのとさ、何か関係があるのかな？待て！え、待て。ゴーレムからさ、なんか、血が出てきたんだけど。何これ？やっぱり、最初からさ、この家があったじゃん、ちょこちょこ。待て、何起こったの今。え？ゴーレムのさ、体が、バグってるんだけど。ちょっとさ、一回家壊して、離れた方がいいかな？何？待て。これさ、気のせいじゃないよね。ほら、何これ？これ、一体今さ、何が起こってるの？なんでさ、ゴーレムのさ、頭が消えたり、ゴーレムがさ、血が流れたりしてるんだ？え？やっぱりさ、この家のゴーレムが、今回のね、都市伝説関係してるんじゃないかな。だから、待て。ゴーレムのさ、顔が戻ってるし、体のさ、ひび割れも消えてるんだけど。ってことはさっきのさ、血もバグだったのか？え？待て。やっぱりさ、体から血が溢れてる。待て、あの村さ、一体どうなってんの？死ぬられた泣き殻ってやっぱり、ゴーレムからさ、さっきから赤い血が流れてるから、何かによってゴーレムがやられて、それがね、泣き殻として現れてるものなのかな。ちょっと今回さ、召喚王は分かってるけど、解決策が分かってないからさ、一体、この後でどうすればいいんだろう。もうこのワールドはさ、どうしようもないのかな。待て。え、ちょっと、あまりにも怖すぎるからさ、一回、時間置いていい？ちょっと、ダメだ、もう。怖い。死ぬられた泣き殻の秘密に近づいた時、何か異変が起きている。この時すぐ、逃げていれば。というわけでね、昨日、死ぬられた泣き殻のね、検証したんだけど、途中でさ、ちょっとあまりにも怖くてね、一回休憩して、次の日なんだけどさ、ちょっと、詳しくね、今回の血抜いた泣き殻をね、調べ直したんだけど、やっぱりさ、どうしても対処法が思い浮かばなくて、で、詳しく調べてもね、どこにも書いてないからさ、本当にどうしたらいいんだろう。たださ、気になることがあって、あの状態のゴーレムをさ、僕が倒しきれば一体、ワールドはどうなるんだ？お、あった。ちょっとさ、たまたま近くに村があったから、ここでゴーレムを探して、倒しきってみるか。そしたらもしかしたらさ、またワールドに何か異変が起きるかもしれないし、まずはさ、この村にいるゴーレムを見てみて、バグってるかどうかね、確認してみるか。ゴーレムの見た目は、別にバグってないよな。たださ、一応この状態のゴーレムもさ、倒してみるか。もしかしたらこいつもね、血に沸いた泣き殻と関係あるかもしんないし。オッケー、とりあえずね、この村にいたアイアンゴーレム倒してみたけど、別に普通に鉄人ごととバラになっただけでさ、ワールドに何か異変が起きてたりは、しないよな。村の感じも別に普通だし、特に異変は起きてないよね。ってことはやっぱりさ、あの家が何か関係してるのかな？え？待って。やっぱり、この村にもさ、この家があるんだけど、この家の中には、やっぱりさ、ゴーレムもセットでいるんだよね。で、こいつがさっきから、あの、異常なゴーレムになってるから、このゴーレムも一回、倒してみるか。いくよ。せーの。ほい。え、待て。やっぱりさ、ゴーレムから、血が溢れてんだけど。え、でも一体、ここを無視して倒しきろう。そしたらもしかしたら何かね、異変がさ、起きるかもしれないから。え、待て。やばい。また、おかしくなってる、ゴーレムが。いや、これを無視して倒しきれば、何か異変が起きる。え？待て。なんでさ、今、プレイヤーがやられたの？ってこと？しかもさ、目の前から、ゴーレムが消えたんだけど。え？待て！は？ゲームが、クラッシュした。ちょっと待って。これやっぱりさ、今、ゴーレムにさ、異変が現れてもね、殴り続けたから起きたのかな？とりあえずさ、マイクラを再起動してみたけど、一体何が起こって、え？待て。今さ、マイクラ再起動してつけたら、目の前にさ、あの異常なゴーレムがいたんだけど、なんか、突然やられたんだけど。え？待て。でも、これ見てわかる通りさ、やっぱり、赤い血のエフェクトが出てる。ここってさ、最初にテレポートした場所だと思うんだけど、やっぱり最初にテレポートしたこの場所にも、あのゴーレムがいたのか？ちょっと待って、このワールドさ、一体どうなってんだ？血塗られた泣き殻がさ、やっぱりあるのか？え、待って。なんか、地面にさ、赤い血が落ちてるんだけど。何これどうなってんの？一体さ、これ、マジでどうなってんの？やっぱりゴーレムに何かさ、異変が、え、待って、何？え？ちょっと待って。これ、一体どうなってんの？え？待って。今突然さ、地面が爆発して、マグマが流れ始めたんだけど、なんか、プレイヤーの体からさ、血が流れてんだけど。もしかしてさ、血塗られた泣き殻って、プレイヤー自身のことなのか？え？待て。ちょっと一旦どこでもいいからテレポートして、あの場所から離れよう。じゃないとさ、絶対おかしいことになる。オッケー、とりあえずね、さっき爆発があった場所から離れたから、これで何も起こらないといいんだけど、とりあえずさ、テレポートして近くにあるね、村まで逃げてきたんだけど、この村にもやっぱりさ、ゴーレムに異変が起きてるのかな？これ、一体どうすればいいんだ？プレイヤーから流れてさ、血も消えないし、やっぱり、もうどうしようもないのかな？あ、待って。やっぱり、この村にもまたさ、この家があるんだけど、この家の中には、そうだよね。待って、またさ、変なゴーレムがいるんだけど、このゴーレムたちがさ、やっぱり、今回の、血塗られた泣き殻のゴーレムだよね。一体、どうすればいいんだ、マジで。やっぱりさ、このワールドからもうさ、抜けるしか方法はないのかな。え？どうしたの？え？待って。やばい。体がさ、動かないんだけど。え？待て。体からさ、赤い血は流れるし、この家の中でさ、操作効かなくなったんだけど。ちょっと待って。え？待てよ。
今さ、プレイヤーから赤い血が流れてて、目の前にはさ、謎の姿をしたゴーレムがいるじゃん。今回のさ、血塗られた亡骸ってもしかして、このゴーレムのことじゃなくて、このゴーレムにやられたさ、プレイヤー自身のことなのか？ってことは今さ、プレイヤーもう、どうすることも、え、待って、なになに？ちょっと待って、一体どうなって、え？え？なにこれ？空からさ、赤い血が降ってきて、え？もしかして、ここにさ、え？待って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 。